今日は遠いところわざわざありがとうございました。はい、ありがとうございます。野原なんだっけ、最近ね、頭バカになってきた、ね、どんどんね大事なこと忘れていく、ね、僕までです。うちのチャンネルで対談相手をね募集してるんですけども、富田もんたさん、そして野原茂之さんに続いてね、わざわざお越しいただいた対談動画ってことになっておりますけれども、本当にありがとうございます。ここまでね、問い合わせをしてくださった方何名かいらっしゃったんですけど、なかなかハードルが高いみたいで、ここまでね、ちゃんと本当に話に来てくださった方っていうのが非常に久しぶりなのでね、ありがたいなと思っております。他今この動画見てらっしゃるね他の方もね、どんどんこう軽い感じで話せるのでね、どんどん参加していただけたら嬉しいなと思っていますけども、ブルース・リーさんがお好きなんですか？そうですね、まあ僕の中では最も尊敬する人物、それはまあなんですけど、まあ以前にブルース・リーの本でですね、はい、まあ半分冗談半分真面目みたいな本があってですね、ブルース・リーは世界の中心であるっていう本があったんですよ。はいはいはい、半分冗談なるほど、を見るとですね、はい、ちゃんと順番に書いてあるんです。ブルース・リーは、世界の中心を回っている。それのなぜかというと、全ての格闘家はブルース・リーの弟子であると。ということは格闘界はブルース・リーを中心に回っている。あ、なるほど。次の章で、内容を省きますが、ブルース・リーは映画の中心を回っている点ですよ。なるほど。その本では、はいはい、ですから半分本気半分冗談の匂いがするんですけど、はいはいはい、でその次の章で、経済はブルース・リーを中心にそこまで言っちゃう、内容を忘れちゃったんですけど、で結論として、はい、だからブルース・リーは世界の中心を回っているって言うんですよ、ね、その人は。ああ面白いですね。で僕はこれは言い過ぎではないと思ってるんですね。あ、なるほどなるほど。でブルース・リーのことを知らなかったり興味がなかったりすれば、なわけないと思うんですけど、はいはい、まあ、僕はブルース・リーのことを尊敬していることもあって、これは言い過ぎではないと思ってるんです。あ、なるほどね。というのはブルース・リーというのはこの本もいっぱい出てますけど、生き方をみんな、お手本にしている人も多くですね、それは格闘技だけではないんですね。新しいことをやってみようとか、あと会社にのそういうなんていうんですかね、経営のことにもつながってきますし、それで その格闘家としてもまあ素晴らしいと思うんですが、よくブルース・リーは本当はそんなに強くないとかそういうことはもう散々言われてきてると思うんですけど、そうですか、はい、強いわけがないと、映画俳優があると。でもYouTube 上にいろんなフィルム今出てますよね、はい、あれ見るとすごいですよね。あれはみんな弟子なんで、いやいや、リーさん本人がやってる映像もいっぱいあるんですけど、はい、その相手が弟子なんで、ああなるほど、やられてくれるのは当たり前なんです。はい、やられるっていうのもその技の速さとか、まあそれは、スピードが速いのはそれは誰でもできるんですよ。演武の中に入ると思うの で、でそれでその白黒の映像とかで、まあ、そのあれですよね、アメリカ の、 そのグリーンホーネットの前の、はい、ことだと思うんですけど、はいはい、グリーンホーネットをやる前にアメリカでその武術家として、こういうものが中国武術があるんだよというその
映像の中で相手をそのワンインチパンチで飛ばしてみたり、その弟子が出てきて弟子とこういうその英春拳というものをやって見せてみたりする映像があるんですけど、それはこういうものがあるということであって、その弟子が出てきたらそのやられる師匠の前でやられるのはその人の役ですから、あの合気道 の, あのおじいさんがみんなを投げ振り回すのと一緒ですよ。あれで強いとか弱いとかいうことは言えないわけなんですけど、それでそのあんなブルース・リーなんか強くないよとか、いや強いよとかいうことはもう散々今日まで言われてきてるんですけど、あの僕はそれは当然僕には分かりません、亡くなってますし、まあね、実績がないんですね。何の試合に出たっていう、あれなんか大会に出てませんでしたっけ。いや出てないんですよ。あの高校生の時にボクシング部の相手をメタメタにしたとか、そういう伝説はあるんですけど、そういうものは全くそれで強いっていう、そういうふうにあの考えることは難しいので、それで要するに何になりたいのかというとですね、あのブルース・リーは強いんだよとか、そうだよ絶対俳優なんだから別に強くないんだよとか言ってる人が、言ってる人というかそういうものを散々見てきましたけど、あのブルース・リーは別に強い必要はないんですね。ああ俳優だから、あの俳優ですし、その考え方で尊敬されてると思うので、ああそうそう、強い必要は全くなくて、そうそうそう、ですからあの例えるなら将棋を考えた人が一番その将棋を強いわけじゃないじゃないですか。あ、まあね、テトリスを考えた人が一番テトリスがうまいわけじゃないので、強い必要はないんですね。まあそれにしても武術の考え方と体の動かし方はあまりにも素晴らしいと、それが強いんだということにはつながりませんが、もう完全にそのグリーンホーネの時にあの完成されてますね、はいはい、あの歓喜が出るほど素晴らしいです。あの本当に動きが素晴らしいです。あのなぜ動くのか分かっています。やっぱり格闘技の方は興味おありですか。見るのは好きです、ね、何かやっておられました。いや、やってはいません。そうですか。何かやってらしたんですか。僕は柔道1年だけやってたんですけど、はいはい、まあ、ブルース・リーはその50年先を言っていたと言われるんですけど、はいはい、まあ、それは総合格闘技をブルース、モヤドラゴンの中でやってみせたりしてるわけなんですが、まあそのグリーンホーネットに出てる時はもう完全に完成されてるんですよ。もうどのシーンを見ても、まあ、要するに格闘するシーンを見るとですね、もうどれを見ても素晴らしいと、本当に、ただかっこよく動いてるんじゃなくてですね、相手を倒すための動きなわけですよ、はいはい、非常に素晴らしい、まあ、具体的に言うと、まあ、常に重心が安定していると、何のこっちゃかと思いますかと思うかもしれませんけど、グリーンホネットを見直せば分かるんですけど、ただ暴れてるだけじゃないんですね。彼は本当にあの役の中でも相手をと戦っていることを想定して動いていると思うんですよ。なるほど、なるほど。だから腕を振り回す、足を振り回すっていうんじゃなくてですね、はいはいはい、だからグリーンホーネットと一緒に撮影していたその周りの人間は、まあちょっと
理解できなくて、多分すげえやつだなぐらいにしか理解できなかったと思うんですけど、まあグリーンホネットの動きを見ても完成されてますよ。あまりにも素晴らしい。どれでもいいんですけど、本当に相手と本当に戦って倒すことを考えながらやっていたと思うので、とても演技とは思えない。よくそのブルース・リーのこの、本を見たときに、初めて会った人とかスタッフとか友人とかにですね、何でもいいからかかってこいって言ってたらしいんですよ。それに対応するから何でもいいからかかってきてみなっていうふうに言うわけですよ。でそれでしっかりと対応できてたと思うんですけど、グリーンホネットでも素晴らしいですね。多分相手の役者にどうすればいいんだいっていうようなことがその撮影前にあったと思うんですけど、多分ブルース・リーはいいから右パンチでも何でもいいからかかってこいみたいなことで撮影をしてたと思うんですよ。ですから相手はこういうふうに飛びかかるんですけど、ブルース・リーのはちゃんとこういうふうに倒すための動きなんですね。ちょっと説明するのが難しいんですけど、でも非常に素晴らしい。見てみたくなりますね。もう見せ物じゃない。だからドラマだから見せ物なんですけど、彼は一人で勝手にというか一人で本物の動きをしていると、浮いているっていうんですかね。こう相手がわーって来た時に飛び蹴りをするんですね。もちろん当たってはいませんが、相手はこういうふうになるわけなんですけど、飛び蹴りがもう非常に素晴らしいと。重心が安定しているんですよ。フラフラしない。普通のそういうスタントをするときにやっぱりあんまり意味がない、かっこいいのが優先で、それで相手が倒せるのかななんていう見方もしちゃったりするんですけど、本当に動きが素晴らしいですね。それでそれはブルース・リーのその武術の面なんですけど、それがブルース・リーのこの本を僕は何冊か読んだんですけど、それで思ったことはですね、才能は誰にでもあるんだということです。でブルース・リーは運動神経は良かったんでしょうけども、やっぱりあの体とあの動きを作ったのはブルース・リーのやっぱし脳みそだと思うんですよ。つまり考えることが大事であると。アーティストでもスポーツ選手でも結局これはブルース・リーも言ってるんですけど、人間は手が2つ足が2つ、スポーツ格闘技の世界で言うなあれば全て平等であると。それで何ができるかを考えるということなので、要するに全員同じということです、条件は。それは武術だけではなく、その例えば小説を書きたい、漫画を書きたい、でも面白いものが作れない、自分には才能がないんだというふうに思っている、思って壁にぶつかることもあると思うんですが、その結局みんな、条件は同じであると。
とんでもない化け物もたまにいるんですけどね。まさにリーさんはそうなんじゃないですか。いや、ブルース・リーはあの考えて成功した男です。うん、その例えば漫画だったら鳥山明とか、あ、例えば野球であったら松坂大輔ですとかですね、うん、こんな155キロのボール投げられたら打てませんよ、うん、そうすると考えなくてもとりあえず155キロが投げられる間は、うん、あのトップ取れますけど、で鳥山明さんも案内書かれたら確かに、ね、あの別にこんな作戦なんて考えなくても、ね、トップ取れますよね、はいはい、だけどそれはほんの1割か2割の人間であって残りの8割は凡人なんですよ、うん、それが小説なりそのアートなりで、まあ、スポーツでもいいですけど前に出るにはこの考えたから前に出れたわけなんですね、はいはい、それでブルース・リーが言ってるのは自分を自然に表現することは非常に難しいと言っているんですね、インタビューの中で、はい、で僕はこれを20代の時に聞いた時に意味が分からなかったんですね、はい、自分を自然に表現することは非常に難しい、これを僕は20代の時に何だろうと、僕は自分はいつも自然だよと、誰だってみんな自然にしてると思うんだけどというふうに思ってですね、意味が分からなかったんですけど、まあ最近になってその意味が分かってきたんですね。そうそうそう、自然に表現するということをブルース・リーから教わったんですよ、はい、それで、まあ、僕は漫画を描くのは別に、まあ、それはお金は欲しいですけど、お金を欲しいっていうのはそのエロ漫画とかもいっぱいありますし、あ、なるほど、あのみんなが楽しんでくれることが本当の目的ですから、はいはい、そうするとそんなに出版社を間に入れなければいけないのかと思い出したわけですよ、うんうんうん、で何を自分はしたいんだと、みんなが読んで楽しんでくれる、まあ、結局妥協っていうのはありますね、お金の分を諦めてるわけですから、あ、なるほどね、インクで書いて30ページじゃなきゃいけないで、それを持ってっても NG 食らうし、でも自分はもう諦めなければいけないのかと思った時もありますけど、だからそのもうここ使えないですよね、割れるんで、あ、カット、ご希望でしたらカットするけどこっちのは全然構いません、あ、はい、はい、むしろそういう話の方が、あ、そうですか、どういう人が話してるのかっていうのが分かるので、漫画家志望っていうのが分かるので、それで、じゃあ自主制作の本を作る男ですか、あ、はい、でもいいですけど、はい、それで出版社を通してお金をもらうことが目的なのかって気づいたわけですよ、はい、それで出版社を通さなくてもいいじゃないかと、うんうん、結果的にみんなが喜んでくれればそれが自分の目的なんだと思った時にですね、考えが変わったんですね、はい、ですから自分を自然に表現するということなんですよ、僕はペンが嫌いだったんです、こうやってつけるペンがあるんですけど、針みたいに大嫌いなんです、いわゆる先端恐怖症みたいな感じですか、違います、書きにくいんです、あ、そういうやっぱり書いたことあります、まあ、本当にちょっとだけですけど、文字でもいいんですけど、非常に僕は書きづらい、あ、だけどそれがルールなので、それで書かなきゃいけなかったんですね、あ、そうですね、今はそのさっきも言いましたけど江口久志なんかボールペンで書いてるんですけど、あ、そうなんですか、あのだって結果的に黒い線ですもん、まあ、何にも問題はないわけで、でも当時はそんなにいい文具がなかったので、どうしてもペンになってしまうんですけど、それで
ペンが嫌だ、30ページが嫌だ、じゃあ漫画描いちゃいけないのって思った時にですね、そんなことはないんじゃないかと、なんとかならんかと思った時に、自分を自然に表現するんだということで、ペンやめたと、はい、それで出版社に持っていく行かずに、もう勝手に行動すると、こういうふうな考えが出てきたわけですよ、はい、で勝手に行動って何だって言ったら自主制作になるわけですね、はいはい、それで自主制作で本を作って、ペンも使ってませんし、30ページ15ページのルールも守ってませんし、それで自主制作で勝手に作って、勝手にこの漫画と、あ、ごめんなさい、まあ自分なりのスタイルで勝手に作ったわけですよ、だからこの少年漫画のルールの中に一個も何も当てはまってないわけです、話にもならないわけですね。だけど僕はそのブレーンもアドバイザーもいませんでしたけど、この本を作って、まあある女の子を見せたんです、はい、その時に可愛いとか面白いとか言ってもらえたんで、何歳ぐらいの、15歳ですかね、うん、ちょっと年齢高いですけど、それで、あ、大丈夫だなと、はい、もう誰の言うことも聞かんと、で作って終わってなんですけど、はい、自分はそれで夢が叶えましたよ。はたから見ると叶ってないじゃないかって思うと思うんですけど、自分は目的を達成されました。だってさっきお見せしましたよね、はい、もうあれで僕は十分です。うん、なんか本屋の隅っこに置いてある漫画よりも、勝ち負けって言っちゃいけないんですけど、別に楽しませてると思うので、はいはいはい、十分です。燃え尽きましたね、はい、それでやっぱりこのまあやっぱりブルース・リーがいなかったら気づかなかったよとは言いませんが、かなり参考になりました。道を作りなさいと、考えることが できなければ、やっぱり道はないですね。イチローなんかもそうなんですよ。彼の体は魔法でもらっても、もちろん野球選手がですよ、彼の体をもらっても打てません。彼みたいに、頭が打たせてるわけですから、だから考えることが非常に大事であると。なんかそういう意味ではイチローさんとリーさんって共通、なんか似てる、同じです、同じとこありますよね。求道者っていうか似てるっていうか同じですよ。彼とイチローは考えて、なんていうんですか、成功した男です。考えてそれを実践してってことですよね。そうです、考える力が必要だってこと、これ意外と気がつかれてない。才能ないからとか、だって松坂150キロとか投げられるじゃないとか、そういうことを言って、まああるいはお母ちゃんがあんたにそんなものになれるわけがないと言ったり言われたりってよくありますよね。で、まあ、2割ぐらいは天才ですけど、残りの8割は凡人なんて、でも凡人もみんなプロになってるんで、考えた人ですね。
プロになれた人は、うん、道を作った人ですね、うんうん、ということでブルース・リーが僕の師匠なんですけどもね。なるほど。